はい、皆さんこんにちは、佐藤ひろこです。3月14日のね、記録を残そうと思って日記みたいにして、撮ったものを集めてみました。この日はね、免許の更新に行って、その後フラフラしてたんですけど、結局落ち着いたのは下北でした。下北大好き。なんであんな落ち着くんだろうな。やっぱりね、人にはね、合う土地っていうのがあると思うんですよね。で、これは黒目豆のサラダ、とっても美味しかった、酸っぱくて。で、この後は馴染みのバーに繰り出して、で、はしごしたんですけれども、そうね。で、最後にやっぱお腹が減ったということで、ラーメンを食べに行ったら、私の知り合いの牛丸亮さんのクオリアのポスターが貼ってあって、すごい嬉しかった。